はい、それでは今回は最高の仕事の見つけ方というような内容でお話していきたいと思います。こちら、今回2本立てとなっております。今回参考にした書籍、こちらの科学的な適職を参考にしました。こちら鈴木優さんの書かれた本で、非常に、なんか重要なことが書かれている本になりますので、ぜひ読んでいただければと思いますが、今回その、ざっくりとした内容をお話していきたいと思います。結局読むよりも、行動することの方が重要ですので、まずはちょっと行動しつつ、これ良さそうだなと思ったらもっと深いものを見るために、本書手に取っていただければと思います。で、他にもオリジナルスや小さなチーム大きな成果というのも、参考書籍として挙げております。オリジナルスってアダム・グラントという社会心理学者が書いた本なんですけど、非常に成功に関する話だとかリスクを取るかどうかっていうところとかっていうのは研究データをもとにちゃんとしたどうすればいいのかっていうことが書かれています。実際にリスクを取るよりもリスクを少なく起業した方が成功率が高いだとか、そういった、ちゃんとしたデータをもとにお話しされているので、こういったものは、何かチャレンジするときに非常に重要になると思う、非常に参考になると思います。であと小さなチームの大きな成果っていうのは、非常に小さな、人数、37シグナルズっていう、人数が少ない企業で、リモートで、コロナ禍よりも前からずっとリモートで各地に散らばったチームでソフトウェア開発をしてきたチームの、本になります。で、少ない人数で成果を出すときにどういった部分が重要なのかっていうのは非常に参考になると思いますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、ではこちら、今回の流れでお話していきたいと思います。まずそもそもダメな職探しとは何なのかというところですね。今何が間違っているのか分からなかったら、改善もできないわけですね。ということで今嘘だらけのところを話していきたいと思います。世の中でまず一番そのが好きや情熱で選びましょうというものです。ただ情熱をもとに仕事を決めても燃え尽きてしまうことが分かっています。要は適合派と成長派というふうに分けてますけど、適合派というのが自分に最適な仕事が世の中には存在するんだという、自分に合った仕事かどうかが重要であるという考えの派、もしくは成長派、やっていれば何となく好きになりそうだよねっていう派閥、どっちが成功したかというと成長派の方が成功したわけですね。これは要は自分に最適な仕事を探してボンボン転職するよりも、どこか仕事を選んで、あ、これこういう面白さがあるなっていう、その面白さを見出したチームの方が成功していっているということが分かっています。で、つまり自分の最高の職が世の中に存在すると、どこか世の中に自分に合った仕事があるんじゃないかという考え方は結構リスキーであるということがこれで言えるわけです。つまり情熱が注げて好きな仕事、何か世の中にあるんじゃないかとかって選んでしまうと、結構しんどい思いをすると。例えば夢があるから芸能人になるとか、もしくは映画業界が好きだから映画を作ってみたいとか、それ自体はいいんですよね。それが後悔なければいいんですけど、意外とそれよりも世の中の適当な金融とか、金融って結構みんながあんまり好きじゃない、子供の頃に憧れた仕事ではないと思うんですけど、ある程度収入があって、しかも人助けとしても、ある程度人助けになる、世の中をうまく回すような、例えば財務関係の仕事とかやったら、ちゃんと会社を回すために貢献しているわけですね。そういった自分の貢献感っていうのを、その仕事に見出していくっていうことが、必要である、効果がある、成功していくっていうことが分かっています。でもう一つ、二つ目が給料の多さで選ぶということです。給料と満足度はほとんど関係がないということは分かっています。給料は高いに越したことはないんですけど、給料だけで選んでしまうと幸福度が下がってしまう可能性があると。我々はお金を貯めるために生まれてきたのではなくて、幸せになるために今、生きているということを考えると、給料だけで見てしまうというのもちょっとリスキーかなと思います。で、給料が上がると、でも生活が豊かになって幸せになるんじゃないのというふうに考えるかもしれないんですけど、例えば給料が上位 1%、日本国の上位 1% に入る、非常に高給取りになったとしても、結婚に最適な結婚パートナーができる、もしくは健康状態が少し良くなるとかに比べると、幸福度は10分の1以下というふうに分かっています。なのでお金がバンバン手に入るよりも、実は好きなパートナーと時間をしっかり過ごせるとか、健康的に好きなことを、体が健康な状態でできるということの方が価値があるというふうにみんな言ってるわけですね。実際に手に取ってない状態では分からないけど、手に取ってみると、こういった人間関係や、自分の健康状態の方が重要であるということになってくるわけです。なので給料が高いからだんだん残業するっていうのはちょっとリスキーかなということが分かるわけですね。で、最後にこれから伸びるかで選ぶということです。専門家ですら10年後予測できないわけです。専門家の10年後の未来予測を見てみると大体バンバン外れてるわけですね。で、テクノロジー企業が来るかって言われた時に、今が成熟しきっていて、そのテクノロジー企業の中でもどの企業が伸びるかもよくわからないわけです。
これから AI が伸びるかといって、すべての AI 企業が均等に伸びていくわけじゃないですよね。その中から淘汰されて、どっかの企業が残るわけです。例えば、インターネットが伸びるとか、パソコンが伸びるとかって言われたときに、じゃあ、マイクロソフトとか、まあ、すべてのパソコン企業が伸びたかと言われると、実はその、結局パソコン企業って競争をガンガンして、結局インテルが一人勝ちしたとか、そういった結果が出てきたりするわけです。だからどこの企業が勝つか、どこの企業が伸びるかわからないわけで、結局しのぎを削ってうまくいかないパターンも結構よくあるわけですね。なのでこれから伸びるかで選ぶというのも予想できない以上それも難しいというわけになります。じゃあどうすればいいのという疑問が出てくるかと思いますけど、まあまずそもそもこういった感情論、その情熱とかを探すっていうのもまず問題である。そして給料、お金だけで選ぶ。そして未来を予測しようとするというのが問題であるということを理解しておきましょう。で、あとまあ、皆さん当然選択肢ってある程度絞られてると思います。今までの仕事の内容だとか、学校で学んだ内容とかで、ちょっと絞られていくと思うんで、そこから選ぶ場合に、これだけは避けておいた方がいいかなということを、理解しておくといいかなと思います。幸福になる仕事を選ぶのは難しいんですけど、不幸になる仕事を選ぶ、不幸になる仕事を避けるというのはすごく簡単です。この二つが必ず避けてほしい仕事になります。一つ目が時間が不安定や長いということです。生活リズムがつまり壊れるということです。さっき話したように、お金よりも健康状態の方が圧倒的に幸福度が上がるので、健康状態を害するというのが一番恐ろしいわけですね。で、その時に何かが起きるかというと、一つ目がシフトワークですね。シフトワークは時間が不安定なので、年50日シフトワークするだけで脳が 6.5 歳老けるというふうに言われています。つまりまあ、生活リズムがおかしくなると、やっぱり脳も老けていく、まあ、脳が老けている以上に多分まあ体も老けていると思うんですけど、まあ、そういった健康状態を害しているということは分かります。ということでシフトワークはできれば避けてください。給料いい場合は結構多いですけど、まあ、避けた方が健康のためになって幸福度は上がるかなと。お金じゃなくてもっと大事な健康を手にすることができると思います。で、あと2つ目が通勤時間ですね。通勤時間が長いと肥満や離婚率が上昇することは分かってます。さっき結婚で最高のパートナーを、見つけることで給料が、まあ、世の中の上位 1% になるよりも、10倍幸福になるというふうな話をしましたけど、やっぱり家族っていうのは非常に重要なわけです。あと健康も幸福度を非常に上げてくれるので、通勤時間を、まあ、長くすることによって、まあ、その給料でもらえるよりももっと大事なものを失う可能性が高いということを理解しておきましょう。あとワークライフバランスですね。要は、まあ、働きすぎるとか残業時間100時間、200時間とかっていうのは、まあ、当然体を壊すと。で、体を壊すと、お金を得られるよりももっと大事なものを失っていくということですね。まあ、ワークライフバランスが崩れているときは、まあ、うつや不安障害がどんどん上がっていくということは分かっています。これでもまあ結構当たり前なんですけど、まあ、意外と見過ごしがちな部分かなと思います。で、もう一つが不安な仕事ですね。時間が不安定以外にも、精神的に不安定であるというのも非常に、精神を害します。まず一つ目、フリーランス。今、まあ、フリーランスどんどん押していったり、まあ、国が、副業を、まあ、推進していったりということで、個人で活躍する時代にはなってきているんですけど、フリーランス自体、フリーランス一本っていうのも実は、メンタル悪化する可能性があります。まあ、大体初めは会社員からフリーランスになって、最初は気分はいいんですね。自分の上に人がいないと。自分で全てをコントロールできる。裁量性が上がると、裁量性って要は自分のコントロールできる部分が非常に多くなると、人間って幸福度を感じやすいので、裁量性が上がってメンタルを、一回改善するんですけど、長期的には将来の不安っていうのが出てきます。給料みたいに、まあ、毎月定期的に入ってくるものではないということで、メンタルが悪化していく可能性があります。ということで、フリーランスも不安、結構メンタルを悪化して、精神的にやみやすい仕事になります。で、あともう一つ、まあ、上司が最悪だと林に言いますよと。要は心理的安全性って結構、まあ、Google が提唱してすごく言われてますけど、これ非常に重要です。これ別にブーム的なワードじゃなくて非常に重要っていうのが、まあ、Google の研究で判明したわけです。研究で判明した、大規模な研究で判明したということは、まあ、間違いなくここは必要であるというふうに言っていいかなと思います。これが何よりも重要であるというふうに、言われてます、本書でも。結局人間関係が悪いと人間って非常にメンタルが病むわけですね。メンタルが病むと健康も害していくということで、上司が最悪だと早く死ぬので、とにかくまあ上司、まあ、人間関係が最悪の場所、パワハラが蔓延している、セクハラが蔓延しているところっていうのはすぐにやめた方がいいかなと思います。ということで、ポイントとしては、まあ、時間が不安定であること、精神的に不安定であるということ、あと人間関係最悪とかっていうところは避けましょうという。まあ、当たり前ながら、ちゃんと、まあ、お金に目がくらむとか、まあ、給料を上げようとすると結構こういった部分、例えば都会で働くんだったら、まあ、ちょっと地方から勤務しようかなとか、
まあ、給料高いんだったら、まあ、残業時間も仕方ないとかなとか、そういった部分って結構妥協してしまう部分なんですけど、給料上げるだけではなくて、給料じゃないこういった部分もちゃんと見るっていうことが重要になってきます。ということで、まあ、今回。あと、まあ、もう一つ。じゃあ、楽でいっぱいお金がもらえたらいいのというと、そういうわけでもないんですね。そこがちょっと難しい話で、楽な仕事イコール幸せなわけではないと。楽な仕事は死亡率が2倍になるということが分かっています。まあ、イギリスの30万人を対象にした公務員の調査から分かっています。今はまあ公務員なんで結構まあ定型業務が多いわけですね。で、結局、じゃあまあ、いろんなデータがあって、実はまあ社内で高い地位の方が健康であると。まあ、地位が高い人の方が健康であるというふうなデータがあるんですね。要は一般的な平社員のまま過ごして人生を終えるよりも、どん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 成り上がっていって CEO になっていく方が健康的になっていって寿命も長くなっていくというふうに言われています。まあ、お金が手に入ったからともあるんですけど、ただ、上に登っていくごとに複雑な仕事になっていくんですね。定型業務がとにかく減っていくと。まあ、どんどん地位が上がってくると決定をしないといけないと。で、若い時とはやっぱ仕事が違いますよね。ずっと平社員のままでいた人ってのは平社員の仕事をずっとやってるんで、ルーチンワークで定型業務になっていくわけです。工場で働いている人は工場で働いているまま最後終えたとしたら、まあ、初めから最後まで結構同じ仕事を任されることが多いと。で、そういった場合は精神的にも、やっぱり病んでいってしまうということが言われています。フォードが、車を、まあ、アメリカで車がバーンって流行った時に、一番初めに流行った時に、フォードが大量生産を行ったから、安く車を提供することができたと。で、安く提供するために使ったの方法として、一人、まあ、各工程に対して一人だけ置くと。例えば、タイヤのネジだけを締める作業をする人とか、タイヤをはめるだけの作業をする人とかっていう風に役割分担をさせることによって、各、作業の、プロフェッショナルを作って、とにかく作業を効率化するということを行ったんですね。で、その結果出たのが、その、とにかく仕事がつまらなくて精神的に病むと、どんどん離職率が上がったっていう風に言われてます。それもそのはずで、結局仕事が複雑でないっていうことは、とにかくメンタルを病んでしまうということが、分かっています。あと、まあ仕事が少ない、要は窓際状態っていうのも、まあ非常に精神的に病む状況になっていくと。狩猟民族ですら仕事が少ないとストレスが大きいということも分かってますが、まあ人間の本能的にはもうやっぱり仕事がある程度あった、やりがいを感じている時っていうのは一番精神的に健全な状態であるということは分かってます。で、まあ、ただ一方で楽すぎたらいいかというとそうではなくて、きつい仕事というのも不安を増加させます。要は、まあ、将来的に自分これ本当に大丈夫かなっていう不安感。未来は大丈夫かな、自分の判断で会社って潰れないかなという不安感っていうのは、やっぱり判断力や脳機能を低下させることが分かってますので、不安すぎる仕事というのもちょっと避けるべきと。適度にやりがいを感じる。まあ、我々はやりがいを感じるっていう表現をするのは、難しすぎずに優しすぎない。現実的に自分が達成できそうな課題のことをやりがいがあるというふうに言うわけですね。だからそういった適度に難しい仕事というのをちゃんと選んでいく必要があるというわけです。で、まあ、結局それが何かというと適度なストレスになってくるわけですね。ストレスイコール悪ではなくて、若干のストレスがかかっている状態というのは健康的であると。適度なストレスのかかっている仕事に関しては仕事の満足度を上げて会社へのコミットメントも向上しますよと、離職率も低下するということで、会社、まあ、なんかやりがいを感じているということはやっぱり会社に関しても、この会社と一緒に頑張っていきたいと、どんどん一緒に成長していきたい、伸びていきたいという気持ちになって、まあ、満足度も上がって、まあ会社と一緒に頑張っていこうというふうな気持ちになってくるわけですね。なので、そんなに簡単すぎず難しすぎないという、まあ、適度な仕事を選ぶ必要があってくるわけです。まあ、事前に判断するのは難しいですけど、まあ、簡単すぎるところは避けましょうと。あと、なんか、ま、むちゃくちゃ難しい、まあ、絶対できないような課題を掲げているときもちょっと気をつけましょうというぐらいを心に留めておくといいかなと思います。はい。で、ここから正しい仕事選びの話をしていきます。何を避ければいいか分かると、結構、ま、選択肢絞られると思うんですけど、じゃあ、どんな仕事を選べばいいかの6つ、ここで挙げています。まあ、なんですかね。まあ、こっちはポジティブは、結局ネガティブを尽くす方が効果があるので、基本的にさっきの、まあ、時間の変動だとか不安感っていうのを減らすっていうのはメインとして、プラスアルファでつけれたらこんな感じで、選んでいきましょうと。一つ目、自由です。裁量があればあるほど、満足度が高いです。さっき言ったようにフリーランスが幸せになる、初めに幸せになる理由は、その上司とかに抑圧されていた部分がなくなるからです。ただし、その将来への不安感のせいで、メンタルが悪化してしまうというわけですね。なので自由であるに越したことはないです。
で、不自由はタバコより体に悪いというふうに言われているように、まあ、とにかく自分で決めれない、誰かに決定されるっていうのは、精神的にすごくやみやすいと。操り人形っていうのはやっぱり誰しもが嫌な立ち位置なわけですね。頭を使わずに楽そうに見えるけど、実はそんなことはないと。メンタル的にはやみやすい。だ簡単すぎる仕事もしんどいというのは、まあ、この自由に関わってくるわけですね。で、二つ目、達成です。モチベーションっていうのは進捗から生まれるというふうに言われてます。マネージャー、95% マネージャーが知らない、なんとかの本みたいなやつで書かれてたのも、まあ、結局、モチベーション上がれる一番の要因は、小さな進捗であるというふうに言われてます。仕事が進めば何であっても、やりがいを感じるわけですね。なので、何か進む仕事、だから全く進んでない仕事っていうのは人が辞めやすいということになります。だから、異常に難しい課題を出されるっていう企業を避けた方が理由はここになります。で、三つ目、タスクが明確であるということです。タスクが不明確である場合は、疲労が大きくなるというふうに分かってます。例えば、まあ、上の上層部が抽象的な表現ばかりを使うとか、そうなってくると、自分が何をしたらいいか分からないと。それで最終的にやった結果否定されたりすると、もうどんどんメンタルがなっていくというわけですね。だから、明確な指示があって、だから会社として明確な理念を持っているということが重要になってきます。例えば、まあ、Amazon とかだったら、まあ、とにかくいい商品を届けるとか、まあ、そんな感じのことが書かれてたと思います。で、Google だと、すべての人が情報にアクセスしやすい世の中を作るとか、そういった理念が明確であると、タスクも、個人のタスクも明確になりやすいということになります。で、あと4つ目、多様であると。いろんなことができるということになります。さっき言ったように単純作業、フォードの事例でお話ししましたけど、単純作業というのは精神をやみます。というのも簡単すぎるからですね。頭を使わない作業というのはやっぱりストレスがあまりにも少なすぎて、精神的に病んで、このままでいいんだろうかとか、これをずっと将来も続けるんだろうかという不安感になってきます。で、多様であると自分のスキルも伸びていきます。で、成長感があって達成感も生まれていって、メンタル的にも健全になってくると。ということで、いろんなスキルがあると満足度と相関することが分かっています。なので、まあ、例えば、ピクサーとかだと、社内で、講習会をやっていて、その講習会には誰でも参加できると。グラフィックの講習会、誰でも参加できますよとか、例えば、モデリングの講習会、誰でも参加できますよとか、そんな感じでやってるわけですね。で、そういって、まあ、社内にいろんなスキルを身につけれる場所を置くことによって、満足度が非常に、従業員の満足度が上がっていくということになります。なので、仕事を選ぶときには、どれぐらいの幅の仕事ができるかなと。あまりにも分業されてないかなと。全体像を自分が見渡せるかどうかを理解しておきましょう。で、あと仲間ですね。仲間非常に重要です。転職するときに、モチベーションが下がりやすいのは仲間が減るというのも一つの要因になります。人間関係がなくなると、やっぱり人間っていうのは、やりがいっていうのを感じにくくなるわけです。で、実際に研究によると、最高の友人がいることによって、モチベーションが7倍にもなるというふうに言われています。だからまあ、会社に友人を作るっていうのは、実は非常に重要なわけです。今の世の中で給料を上げるときには、まあ友人なんかどうでもいいんだと、転職バンバンしてから成長していくんだっていうパターンもよく言われますけど、それよりも、会社に、ちゃんと、身近に接せれる、辛いことも話せるような、相談できるような友人を作っておくっていうのは非常に重要です。だからコネで入社とかっていうのも意外とありですね。これ自分の力だけで入社するよりも、誰かに紹介してもらって入社するっていうのは、こういった友人がいるというメリットが、大きなメリットがあるので、そういった、まあ誰かの紹介で入社するっていうのもおすすめになります。であと最後、貢献ですね。貢献、Google が証明したときに、まあ、社会、その貢献性っていうのは非常に重要であると。自分の仕事が誰に伝わっているのか、だっていうのが、まあ、明確であるっていうのが非常にポイントになってきます。例えば、車を作っているとして、車の最終的なユーザーは誰ですかってなったら、車を運転している人ですよね。それをちゃんと意識しているかどうかで、やっぱり仕事のしやすさが変わってくるわけです。例えば、ペットボトルのキャップを作る。まあ、なんですか、B2C だったらいいんですけど、例えば B2B とか、社内のシステム、いろんな会社に使われる、まあ社内生産システムを作っていますよとかってなった場合、それが実際に使われている人がどんな気持ちで使っているのか、使いづらいと思っているのか、使いやすいと思っているのかによって、やっぱりそういった部分の意見を聞くことによって、やっぱりモチベーションって変わってくるわけですね。実際に使ってみた人が、あ、これ他に比べて使いやすいなってなったら、やっぱりモチベーションが上がるわけですよ。自分の仕事を褒めてもらっていると。ということで、エンドユーザーに会うということで、まあ、誰に貢献しているのかということをちゃんと明確に理解しておくのが重要になります。はい。ということで、まあ、今までどんな仕事を選ぶかの話をしてきたんですけど、今までの話って、その、どの職、どの業界がいいっていう話じゃないですよね。メンタルを良くする、その幸せになれる仕事内容、仕事の要素っていうのをお話ししますよ。じゃあそう考えたときに、じゃあわざわざ転職する必要があるのかっていうのがちょっと浮かんでくるかなと思います。
ということで、じゃあ転職をせずに今の仕事を捉え直すことによってモチベーションを高められないですかということを今回お話していきます。まあ、これが最後になります。で、今の仕事のモチベーションを高めるときに、まあ、ジョブクラフティングというふうな、手段があります。要は仕事を自分で作り上げると。だから、まあ、自分の仕事が、まあ、ただ無意味なもの、なんか、なんですかね、なんか単調で面白くない仕事というふうに思っていても、ただそこに何かもっと価値のある意味合いをつけることによって、やる気、モチベーションも上げれるし、やりがいとかっていうのを感じられるわけですね。なので、まあ、こういった4つの質問を確認することによって、今の仕事のやりがいを高めてみましょう。で、それでダメだったらもう転職してしまうというのが一番いいかなと思います。まず1つ目、自分の仕事は誰に影響を与えているかを調べてみましょう。皆さんのエンドユーザーが誰か、最終的に誰に渡るものかっていうのを確認してみましょう。例えば B2C だったらすごくわかりやすいですけど、例えば服を作っていたりとか、カバンを作っていると、最終的なユーザーっていうのは最終的に小売店でデパートとかで売られるわけですね。で、ただし B2B とかだと、例えば装置メーカー、旋盤だとかっていうものを売っている場合は、その工場、いろんな部品を作る工場っていうところに出荷されるわけですね。で、そういった感じで、誰が最終的に使っているかを知ることによって、自分の仕事が丁寧であったり、自分の仕事で成果を出すことによって誰がありがたがるのかっていうことを理解しておきましょうというのが、モチベーションを上げる1つ目のポイントになります。で、2つ目、価値観と合っているかです。自分がこんな感じで世の中を変えたいと、例えば、環境に、サステイナブルな、価値観を持っているとした、例えばビーガンとかベジタリアンとかで、まあ、地球の保護をすごく重視している人であれば、そしたら、もっと加工食品とかではなくて、もっとですね、世の中に対して CO2 を減らすような企業努力をしている企業を選ぶっていうのも一つの点になってきます。それは例えば直接的に CO2 を減らすような、なんか林業とかではなくて、今 CO2 を出してるけど減らそうと頑張ってる企業っていうのも価値観と合ってますよね。そういった仕事と価値観が合っているかっていうのを確認してみましょうと。あと3つ目、目標はあるかどうかです。自分にとって目標が、まあ仕事と一致してるかどうかですね。皆さんがもし、こういった人になりたいなとか、例えばアートで成功したい、芸能人として成功したいのに会社でずっと勤務しているというのは目標とずれてるわけですね。もしくは、すごいいろんな広く浅い知識を身につけて、なんか、なんですかね、いろんな人を従えて何かをやり遂げたい、そんなエンジニアになりたいとかだったら、まあ、メーカーとか研究者とかっていうのが回ってくるわけです。そういった感じで、まあ、自分の将来像の目標と、まあ、自分の仕事が合っているかっていうのを確認してみましょう。ここが大きく乖離していた場合は、転職が非常に有効なポイントになってきます。あと4つ目、助けてくれる人はいるかです。これ要は人間関係の話ですね。今の仕事上、職場上で助けてくれる人がいるかどうかを確認してみましょう。助けてくれる人がいない場合は、その会社での人間関係がもうかなり崩壊している。で、まあ、もしくは、孤独感を感じているということになります。それだったら、まあ、転職によるデメリットがない状況になるので、それは転職してもメリットしかないと思ってください。転職しても、例えば給料が高いところ。で、一番のデメリットはやっぱり人間関係が全部なくなることです。なので、人間関係がない状態というのは基本的に失うことはないので、転職をガンガンできる状況であると言えます。逆に助けてくれる人がいる場合は、そういった人間関係を大切にすればいいわけですね。どうしても、組織で働く以上、嫌いな人、好きな人っていうのがいると思います。で、この助けてくれる人っていうのは好きな人に当たると思うので、その嫌いな人を見ずに好きな人とどうやってうまくやっていくかっていうことを考えることによって、モチベーションを上げるヒントになるかなと思います。やっぱりネガティブな情報の方が、目が行きがちなので、こういったポジティブな、人間関係というのをちゃんと見て、そこでどう生かしていくかということを考えるのがモチベーションを高めてくれるヒントになるはずです。ということで、今回、仕事選びについて、最高の仕事の見つけ方についてお話ししました。結構抽象的な部分が多いというか、まあ、要素的な話になってくるんですよね。なんか IT 業界に就職すれば完璧だっていう考え方ではなくて、こういった要素を潰していく、まあ、マイナスの要素を潰して、その次にプラスの要素をちゃんと選んでいって、いい仕事を見つけると。自分で作り出しても、それはフリーランスで作り出してもいいんですけど、まあ、組織で働くっていうのが向いている方は、こういった選び方をしていただければいいかなと思います。で、まあ、ダメな職探しとしては、まあ、情熱なので選ぶというのは、実は適合、まあ、成長派、いわゆる、まあ、今の仕事の面白さを生み出す人の方が良かったりしますよと。あと、給料の多さっていうのは、まあ、健康や、結婚に対してはすごく、価値が低い、幸福度になりにくいので、そこは気をつけましょうねと。ここはあればいいと考えてください。まあ、今、非常に貧困である場合は給料
高い必要がありますが、そちらは資質が見直すのが一番先かなと思います。で、3つ目、これから伸びるかで選ぶというのもまあリスキーですよと。まあ、何が伸びるかは分かりませんし、その業界全てが同時に伸びるとは限りませんよと。あと、避けるべき仕事ですね。時間が不安定というのはとにかく避けましょうと。健康を害します。とにかく健康を害すると。あと、人間関係も害します。家庭内の人間関係を害するというのが、まあ、一番きついと思います。一番身近にいる人たちとの距離感が遠くなるというのは非常にきつい状況ですので、まあ、できれば時間は短くて、家族と時間を大切にできるような仕事を探すということが、まあ、お金がない中に一番幸せに生きれる道かなと思います。あと、二つ目が不安な仕事です。フリーランス。っていうのが、まあ、意外と、評判いいですけど、最初は気分はいいんですけど、長期的にはやっぱり将来像が怖くなってくるので、メンタルが悪化しやすいということが分かっていますよと。だから、まあ、実は、勤務するということにも、会社に勤務するというのにもメリットが大きいと。あと、まあ、心理的安全性ですね。これ何にでもそうなんですけど、人間関係が最悪だと死んでますよと。上司が最悪だと死ぬので、そんな会社は辞めてしまいましょうと。もしくは、社内で別の部署に移動するということが重要になってきます。人間関係がまあ人間の幸福に一番作用してくるので、これが何よりも重要で、とにかく人事異動に関しては、上司や人間関係で判断しましょうというのが、まあ一つだけ覚えてほしいといえばここですね。まあ、全て忘れて一つだけ覚えるとすれば、人間関係だけは、おろそかにしないようにしましょう。で、あと、まあ、楽な仕事は幸せかということですけど、楽な仕事というのは死亡率が上がりますよと。要はやりがいを感じないので、どんどん、まあ、死亡率が下がる。まあ、つまり、まあ、病気になりやすいし、精神的にもやみやすいですよと。ただ、一方で、きつい仕事がいいかというと、そんなこともないと。まあ、当たり前ですけど、きつい仕事っていうのは、精神的に参りますよ、ということになります。じゃあ、適度なストレスがベスト。まあ、要は、難しすぎずに簡単すぎない仕事を選びましょうと。そしたら、仕事と一緒に、ガンガン頑張っていこうという気持ちになってくると。いうわけです。ということで、まあ、厳しい仕事について話して、まあ、正しい仕事、まあ、自由である、裁量があるということは非常に楽しいです。で、なので、自分ができることが広い範囲で、しかも自分の意思で決定できる仕事をできれば選びましょうと。だから、まあ、ベンチャー企業とかはやりがいが出やすいのは、まあ、自由がとにかく大きいからですね。で、あと、達成感、前に進んでいる感覚も重要です。なので、まあ、あまりにも難しい課題を掲げている場合はちょっと気をつけましょうと。バイオ系とかで、まあ、人間をクローン作るとか、まあ、そんな、なんか、あまりにも現実とかけ離れているもの、AI で全てを解決するとか、そういったあまりにも、掲げている理念が高すぎる場合は気をつけましょうと。あと3つ目、明確であると。タスクがふわふわしている。さっきの理念が大きくなってくると、結局、ふわふわした理念を掲げることになるので、結局個人のタスクまで降りてこに行きにくいと。ということで、具体的に何をすればいいのかっていうのをちゃんと明確にしておくことによって、疲労感が減りますよと。あと、まあ、不安感も減りますと。あと、まあ、多様性ですね。いろんなスキルを身につけるということは実は非常に重要です。分業化するっていうので、まあ、効率化を上げるという、まあ、作戦、まあ、その企業的な、作戦はあるんですけど、ただし、個人で言うと、いろんなスキルを持っていることの方が満足度は高いので、多様なスキルを身につける会社っていうのを探してみましょう。転職が、結構、転職によって、まあ、精神的に元気になってくるっていうのは、まあ、スキルが何本か立つからですね。なので、まあ、社内で移動でもいいので、スキルを1本じゃなくて何本か持っておくっていうのが非常に重要になります。それによって、まあ、他人との比較もしにくくなるので、メンタル的に健全になりやすいという特徴もあります。あと、仲間ですね。最高の友人がいることでモチベーションが上がりますよと。だから人間関係は大事にしましょうね。と。だから、まあ、気軽に転職すると、ちょっとリスキーなのは、この仲間が減るということですね。あと、最後、貢献です。誰が、自分の商品を使っているかということを明確にしておきましょう。これが一番簡単にできると思いますし、Google が、非常に効果があるというふうに、証明しています。で、あと今のモチベーション、今の仕事のモチベーションを高めるだったら、この4つの問いを聞いてみましょう。1つ目、誰に影響を与えているか。誰が、自分の仕事によって助かっているかを、調べてみましょうと。で、2つ目は価値観と合っているか。自分の核にある価値観。自分は家族を大切にしたいとか、環境を大切にしたいとか、そういったものの価値観と合っているかを考えてみましょう。で、3つ目、目標はあるか。目標、自分の将来像になりたいものに対して、自分の仕事というのはその支えになっていますかと。仕事というのは給料を稼ぐだけのものになっていませんか、スキルを身につけるというものの立ち位置にちゃんとなっているかどうかを確認してみましょう。あと最後は助けてくれる人はいるかですね。ちゃんと人間関係のいい面を見ましょうと。会社の中でやっぱりネガティブな悪い人、目立って、まあ、横暴な人っていうのが目につきがちですけど、会社の中でやっぱり自分と仲のいい、そして助けてくれる人っていうのは、非常に価値のある存在になります。なので、ポジティブな人間関係っていうのを今一度ちょっと振り返ってみてください。そしたらモチベーションが上がっていくはずです。ということで、今回成功の仕事の見つけ方を、結構長い時間、30分にわたってお話ししました。
はい。で、まあ、今回の内容で結局この要素を覚えておくと、まあ、非常に全部、エビデンスは強いです。その元の研究っていうのを、まあ、ちゃんとして、まあ、メタ分析のものが非常に多くて、その科学的にテシクチョのこの本書に入っている時点でもかなりの研究データ、メタデータが非常に多いので、ぜひ、まあ、今回の内容を参考に仕事を選びしてみてください。まあ、転職する場合とか、就活する場合とか、役に立つと思いますので、今回ので参考に考えてみてください。で、まあ、実際に本書を読んでみるのも、いいかなと思います。まあ、なんか忙しい方だと、ちょっとまあ、読み切るので厳しいかなと思うんですけど、まあ、結構、なんですかね、行動する上で何を行動すればいいのかっていうのは結構書いてますので、ぜひ手に取ってみていただければと思います。はい。ということで、今回最高の仕事の見つけ方について紹介しました。他にもプログラミングの動画や、まあ、IT 関係の、技術の動画など出してますので、そちらもご覧いただければ幸いです。C++、C#、Python の、プログラミング講座も、出しています。で、この動画が良ければ、チャンネル登録と、いいね、そしてコメントいただければ必ず返しますので、ぜひ、いただければと思います。ということで、今回も、結構長時間になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。